熱出ちゃった。こんばんは。おかえりなさい。ねえ、もう門田風邪ひいた。ねえ、昨日の夜ぐらいからなんかすごい喉痛くて、ついに今日熱が出ちゃった。でも大丈夫ね。もうなんかもう風邪ひきやすいのかな今。たまーね。でもね、ちょうど感謝祭の時に熱出なくてよかったです。ちょうど終わった時だったからね、よかった。そうなの、さっき今風邪ひいてんの。なんかもうまひちゃんとかもすごい体調悪そうにしてた。結構ね、あ、パルトも熱出てました、感謝祭の時に。ねえ、スティーブ今風邪入ってんのかな。寝てましたずっと。まひちゃんもね、まひちゃんとか他にもいろんな子が結構体調不良になってた。そう、みんななんかしんどそう。大丈夫、カドタはもう多分寝たら治るからね。最近もうね、配信全然できてないから、カドタ。ひなこよく風邪ひくよね。全然、でもなんか喉すごいね、昨日痛かったんですけど、今日はなんか熱は出たけど、でも喉はなんか治ったからよかった。昨日やばなんかもうしんどくて、昨日はなんか昨日の方がしんどかったかも。喉がね、喉がもうなんかすごかった、乾燥した。しかもホテルだったから余計になんかしんどくてね。今はね、ちょうどなんか季節の変わり目だし、ね、ホテル、しかもホテルってなんか乾燥してるしね。まあでもすぐ治るはず。明日には多分熱も下がってると思う。大丈夫。ありがとう、だるま。カモさんありがとう。なおちさんもありがとうございます。花束ありがとう。松さんありがとう。ね、あ、大西純さんありがとうございます。ハートたくさんありがとう。ね、侍マンさんありがとう。わー、いやー、ありがとう。あ、だるまありがとう。わお、いっぱい来ました、ありがとうございます。え、皆さんもね、ちょっと今はなんだっけ、今はそう、冬なんか寒かったり暑かったりしてね、なんかもう気温差がすごい、白い、なんでだろう、なんかしかもちょっとクマがすごいかも今日。ね、あとね、なんかでも寝たら、いっぱい寝たら治るはず。ね、しばらく多分明日は多分分かんないけど、レッスンで今日はね、ちょっとゆっくりできる日なんで、今日しっかり早くに寝てね、直します。もうね、あ、そうなんです、ルンバさんがそう感謝祭の時にそう一緒に写真を撮ってくださったんですよ。そうね、なんか、え、それをインスタに載せてくれてたんだ、あら。ね、いつもさ、なんかルンバさんと会ったらすごい向こうから話しかけてくださって、なんか一緒に写真を撮ってくださったんですよ。なんかね、今日寝てたんですよ、そしたらもう寝汗がすごくて、門田めっちゃ寝汗かいてました。あったかく、そう、暑いけどでも寒気もする、変な感じ、すごく嫌、この風特有のなんかもう寒気するけどでも暑いっていう、もう嫌です。ルンバさん、高岡薫さんです。そう、あの愛媛県出身チームエイトさんもね、そういつも会ったら
話しかけてくださるんです。おお、昨日ぶりありがとう、感謝祭来てくださった方ありがとうございます。薬、そうやな、なんかそう、もうパルトが感謝祭の前日ぐらいにもう結構熱、高めの熱出てて、でなんかいろんな、なんだっけ、いっぱい薬を飲んでたらすぐ治ったっていうか、結構感謝祭の当日には良くなってたみたいなんで、私もね、いっぱい飲むっていうか総合薬みたいなのを飲もうかと思います。おすすめの薬ってあるかな。そう、かほ、森かほちゃん、かほちゃんもね、すごい、かほちゃんも喉が痛いって言ってた。おすすめの、顔が白くね、なんでだろう、青白いかな。ね、疲れもあると思います。そう、私はよく、なんだろう、寝不足の時によく体調悪くなる。寝不足っていうか、いつもより睡眠時間が短い時によく体調崩すから、やっぱり睡眠ってとっても大切。そう、睡眠とっても大切ですよ皆さん。ね、寝ること大切。病院の薬がね、やっぱ市販はね、なってから、風邪ひいてからじゃあんまり効かないからね。そう、でもちょうどホテル、昨日ぐらいからすごいおかしくて、喉が痛くて、あ、これはと思ってて、でなんか塩井ひな子ちゃんが薬を持ってて、それをなんか、でもひな子ちゃんも体調悪かったから、そう、あげるって言われたんですけど、なんかね、もらって飲めばよかった。でもね、そう、もらって、でもなんか申し訳ないね。え、みんな大丈夫かな。そう、まひちゃんもしんどそうだって、みんな疲れてんの。そう、みんなね、みんな、あ、ありがとう、ハート100個ありがとうございます。チーム青いワールドさん、ありがとうね。でも本当に感謝祭当日に崩さなくて、終わってからだったから全然よかった。そうよね、市販の薬、なんか市販の風邪薬はロキソニンやっけな、をよく飲んでた気がする。そう、今日は早く寝ます。そう、ありがとう、ましろさん、だるま100個ありがとうございます。ありがとう皆さんね。最近すごい、もうカドとショールームできてなかったから、なんか皆さんがどこかに、他のとこに行ってしまいそうで怖かった。そう、こんばんは、ありがとう、ゆっくり休みます、大丈夫。ね、ほんと、
ありがとう、ゆっくり休みや、もう優しい。休みます。そう、来週には握手会あるから。でも大体カドタ熱出たらもうすぐ治るから、多分明日にはもうすっかり治ってそう。うん、ほんと？嬉しい。おかゆね、おかゆ何食べよう。そうやね、なんだっけ、風邪の時はポカリを飲んだらいいのか。そう、なんかお母さん、私がよく熱で出た時はめっちゃもうお母さんにもう無理やりでもとりあえず水分を取らされてというか、ポカリスエットをめっちゃ買ってきてくれてました。それでとにかくね、熱出た時はもうとにかく水分を取れと教わりました。そう、母から。経口補水液ってあれですよね、なんかね、熱中症とかになった時に飲むやつかな。飲んだことない、それ飲んでみようか。うん、ね、あれかな、そうよね、ポカリスエットとアクエリアスってどういう風に違うんだろう。アクエリアスはでもなんか熱の時はポカリスエットの方がいいって聞くよね。うん、そう、めっちゃね、そう、でも、うん、ここか、どういう風に違うんだろう。飯もちゃんと、はい、そうやね、ちゃんと食べないと治らない。そう、お母さんにもめっちゃ言われた、食べんと治らんよって。そう、いつもお粥を作ってくれてた。そう、なんか首がねすごい熱い、首が熱いの。うん、ポカリもアクエリアスもなんかそんなに味の違いがよくわかんない。もう唇カサカサなん、なんかね、おかゆ、卵おかゆが好き。ね、でも大丈夫です、ちゃんと寝て直すんで大丈夫。そう、果物食べたい、今梨が食べたい。カドタの好きな、一番果物の好きな梨が食べたい。皆さん果物に何が好きですかね。なんか梨が今果物が食べたい、果物なら食べれる気がする。梨、なんかリンゴの青色のリンゴがすごい梨の味に似てる。桃はね、なんか甘すぎてそんなに普通に好き。でも梨にはかなわないわ、ね、梨のあの味と食感ともう好きすぎる梨。
青りんご、なんかもう青りんごめっちゃ美味しいですよね。赤りんごより好き、うん、確かになですよね、美味しいよね。ぶどうは幼稚園ぐらいの時に好きやったそう、バナナ豆乳美味しいですよね。うん、なし、そう、果物で一番好き。いちごもね、なんか昔は好きやったけど今はそんなにって感じそうそう、なんか何、そう、好きなものが変わった。昔はね、お寿司とかも食べれなくて、あの刺身食べれなかったんですけど、でも中学生ぐらいからお寿司食べれるようになって、そう、小学生ぐらいまでお寿司卵しか食べれなかったけどね、なんか味覚ってすぐ変わるね。まだわさびつけて食べれないけど、かどた、わさびね、無理、鼻が痛くなる。卵美味しいね、今でも卵好きよ。今でもサーモンが一番好きやけど、またね、10年後とかには何やろ、サバ、サバじゃない、何が好き言うとるやろね、なんかまたタイプが変わってそうね。でもわさび食べれるようになるかもねあと少し、何数年後したら。味覚お子ちゃんもそうなんよ、まだまだ縁側の美味しさ分かんない。いくら美味しい、いくら美味しい。こんばんは、こんばんは。あの貝、アサリとかの美味しさも分かんない、まだね、苦く感じます、まだまだまだ味覚が子供です。そう、でもマグロとかね、あの小学生の頃食べた時は本当に何、なんかめっちゃ美味し、ちょっとえ、あんま美味しくないと思ったんですけど、でもね、今はすごい美味しく感じる。痛々しい、ごめんなさい、なんかもうすごい髪とかももうすごいぐちゃぐちゃだエビ、エビ好きよ、カニも好き、カニカマ好き、ね、お寿司めっちゃ好き、お寿司食べたいもう分からん、ね、え、小さい頃に食べれなくて今食べれるようになったのは他に何があるかな。納豆とか、納豆めっちゃ嫌いやったんですよ私。なんかもう給食で、小学校の時に給食で納豆出て食べれなくて泣いてたからそう、でも今普通に好き、納豆めっちゃ嫌でした、もうそれで学校行くん嫌やったから納豆が出る日は本当にね、もう泣いてた給食で出てて、今思ったらなんかもうなんで納豆嫌いやったんやろうって思うけど、納豆、そう、献立表とかに、そう、小学校の時ってなんか献立表でその1ヶ月の給食が出るじゃない、それで納豆を見つけた時はもうその日はもうめっちゃ学校行きたくなくてでも
お母さんに無理やり、そう、嫌でも、もうめっちゃ引っ張り出されて、でも給食が本当に嫌だった、納豆ので、絶対残せなかったから本当に。で、なんかさ、その給食で納豆が出るときは大体ね、肉じゃがも一緒に出てた肉じゃが好きやったんやけどね、給食の。残したらダメダメダメやったな。揚げパンとか出たことないんですよ。なんかね、昔っていうか出てたところもあったらしい。揚げパン食べてみたかった、給食の。美味しそうね肉じゃが美味しいね、あれは美味しすぎるよ。はあ、なんだっけ、誰かが STU の誰かがなんか給食すごいね、豪華な給食言ってた。なんだっけ、なんかチョコパンが、チョコパンだっけ、チョコパンが出るとか言ってた子がいた気がする、給食で。そう、もう私のとこはパンはなんやっけ、普通のパンか黒糖パンぐらいしか出てなかったコッペパン、あ、コッペパンも出てた。ちょっと固めのパンだっけ、コッペパンって。みかんパン出てましたね。そうや、みかんパン、みかんご飯とかも出てたよ。想像つく、みかんご飯、みかんご飯も愛媛県しか出ない、愛媛の給食で1年に1回ぐらい出てたわ。気づいたら給食の話してた、してる。みかんご飯、そう、みかんご飯よ。想像つく？なんかほんのり、ほんのりみかんの味がするの。そう、そう、みかん、みかんパンはなんか普通に売ってそう、売ってそうっていうか他のパン屋さんとかにもありそうだけどね。みかんご飯は聞かないですよね、なかなかカドタはね、みかんご飯苦手でした、正直そう、と、なんやろう、珍しいのは、珍しいのはね、なんやろう、給食、給食でよく出てたのは、給食でカレーはよく出てたね。カレービーンズとかはよく出てた。美味しくなさそうそれは、それは、え、でもね、見た目はなんか混ぜご飯みたいな、チャーハンみたいな見た目だけどちょっと食べてみたらあれってなっちゃった。鯛めしね、美味しいね。タコ飯も大好き。なんとか出てない、え、なんが出るとかあるんですか。カレーは、でもカレーの時にたまにパンが出ててあれって感じの時もあった。そう、カレーの時にパンが出てたり、あとおかゆとかも出てましたね、たまに。もう本当にめったに出ないけど、たまに出てた、おかゆ、おかゆさんも。ね、ぜひもうほんと鯛めし美味しいよ、おすすめ。え、なん、なんだっけ、インドのカレー食べたい。なんとカレーを食べたいね、そういえばおかゆも出てたと思って、
うーん、今思い出した。おでん、おでんなんか出なかった。うどんも出てたよ、そういえば。うん、あとラーメンとかも出てたわ。インドカレー食べたい。うどん、ハンバ、あ、なんかそうよ、あのハンバーグ、ハンバーグが出て、それで自分でパン、なんかこうやって開けれるパン、パンに自分でハンバーグを挟んでハンバーガーにする時があった、給食で。そう、ハンバーグも出てたよ。お大事に、ありがとうございます。ちゃんといっぱい出て、ちゃんと、え、ビタミン取らないとダメだよね。ビタミン、ビタミンじゃない、風邪の時なんだっけ、ビタミンだっけ、ビタミンを、ビタミンしっかりとって、違う、栄養をしっかりとって、治そう。ビタミン CC レモンとね。なんかクリスマスの時は豪華な給食でした。よく寝て、寝ること本当に大切。やっぱもう睡眠って大切ね、本当に。ちゃんと皆さんもしっかりね、今ね、今の季節って一番ちょっと体調崩しやすいのかもね。暑かったり、いきなり冬みたいに寒くなったりするから、ね、しかも東京行った時にめっちゃ寒くてびっくりしました。東京寒かった、もう冬、冬並みに寒かったです。あの感謝祭の時に、めっちゃ夜寒くて、もうなんかもうすごい気温の差が激しい。うん、東京寒くてびっくりしました。冬じゃんって思った。そうそう、クリスマスはねパフェとか出てました。そう、ケーキいいな、ケーキ、ケーキは出たことないかもしらんね。いいね、ケーキ、羨ましい。今日は、そう、今日暑かったね。今日いきなり暑くなったから、もうすごい。明日はどうだろう、また明日も暑いかな。パフェ、パフェ出てたよ。パフェはもうみんな、みんなさ、なんだろう、絶対なんか、しょ、何、絶対みんなそういうものはすぐ先に一番最初に食べてた、カドタも。足、足、足が映った、嘘。恥ずかしい。あ、ひな祭りの日はひなあられが出てたよ。ね、あとよく出てたのはヨーグルトとか、よく出てたな。ヨーグルト食べれる、食べたい。そう、オイコスヨーグルトが好きなんです。そうね、懐かしい給食。
オイコス出ましたよ、めっちゃ好き。こんばんは、ありがとう来てくれて。今日は体育の日でございますね。体育の日、体育苦手やったな自分。なんかマット運動がめっちゃ嫌いやった、嫌いやって、本当になんか跳び箱とかすごい苦手で、体育ね、そうめっちゃ苦手だった。跳び箱が特に、みんなさめっちゃ跳べるから、そう跳べてたからもうカズと焦った。マイブームはヨーグルト、オイコスヨーグルトです。今皆さんのマイブームは何ですか？飛び箱、本当になんかさ、飛び箱さ、なんか横だったら飛べるんですけど、縦になったら飛べなかった。ちょっと瞬発力がなくて、横ならね結構飛べたんだけど、縦になってちょっと無理、飛べなかった。カドタがマイブーム。嬉しい、ありがとう。本当に本当マイブームはもーちゃん、嬉しい、ありがとう。じゃあ皆さんのマイブームがちょっとね、カドタになれるように頑張ろう。あとココアが最近マイブーム、ココアも好き。ミルクティーも好きなの。そう、せっかく祝日なのに体調を崩してしまった。ココア。そう、どっちも好きよ、どっちも元気が出る。そう、ココアね元気もりもりだよね、いつも。なんかそう、あのね感謝祭の時になんかすごい甘いココアを飲んだんですよ。でそのココアをココアが飲みたいって言って可愛いなと思って。そうココア、でもそのココアあったかすぎてココアが飲めてなかった。そうココア猫舌なんだなと思って、可愛いねココア。ココア、ホットなココア。STU で一番ホットなのはココア。ややこしいな、ココアココアココア言うて。そうでもココアはココアが好きなんだと思う、もうそのココアちょっと熱すぎて飲むのをココアはためらっていた。どうしよう、今何時ぐらいかな、そろそろ配信終わります、そろそろ終わる準備をしようかなって思います。ココそう、ココア、ココアが好き多分ね。ココア美味しいよね本当に。1時40分、じゃあちょっとキリがいいので40分っていう、42分とかじゃないんで、じゃあね、壇上読みます。昨日さ壇上、そう読めなくてごめんなさい、そう昨日読めなくて申し訳ない。じゃあ読みます、皆さん拍手お願いします。いきます。13位、チャロさんありがとう。
12、宮本達也さん、ありがとうございます、ありがとう。11位、チーム青いワールドさん、ありがとう。ありがとうございます。10位、ともさん、ありがとう。9位、埼玉山添さん、ありがとうございます。ありがとう。8位、北斗さん、ありがとう。7位、7位はちょっと待って、見えないぞ、真白さんか、ありがとうございます。おお、ありがとう。6位、カモさん、ありがとうございます。カモさん、こっちの3。2位、違う、5位だった、5位、ちょっと待って、5位の方も見えない。5位、ケンタロウさんか、お、はじめましての方かな、ありがとう。お、変わっちゃった、プルプルプリンさんや、プルプルプリンさん、ありがとう。で、ケンタロウさん4位になりました、ありがとうございます。はじめましてかな。今壇上登った方いる？プリプリプルプルプリンさんが登った。3位、マシロ、お、マシロさんが上がった、ありがとう。2位、大西優さん、ありがとうございます。すごいアイコンかわいい。で、そのね、このペガサスの、そう、聞いて、あのね、羊のぬいぐるみが1個増えたんです。今度またベッドの前で配信するときに見てください。そう、羊のぬいぐるみが1人増えました。新しい仲間が増えたよ。1位、サムライモンさんです、ありがとう。ね、ありがとうございます、本当に皆さんありがとう。そう、いきなり、そう、ぬいぐるみで思い出したの、羊が増えたよ、羊の。そう、3種類目になった、違う、4種類目、けどね、そう、結構ビッグな羊を、そう、今まではちょっとこんぐらい、普通のこんぐらいだったんですけど、結構大きいです。そう、新しく増えたから、今度また皆さんにお見せします。かわいいよ、ピンクと茶色と今回は青色の増えた。ありがとうだね。と、最近は冷蔵庫の隣で配信だから、なかなか、またね。ゆっくり休みます、ちゃんと寝て直しますね、ありがとう。またね、皆さんも本当に風邪ひかないように気をつけてください。季節の変わり目やから体調崩しやすい。ありがとう、大事に、ありがとうございます、本当にありがとう。また来ますね、ありがとう、また来てください、待ってますよ皆さん。気をつけてね、本当。早く寝るよ、ありがとう。寝ます。ありがとう。はい。ありがとう。じゃあ、おやすみなさい。皆さん、おやすみなさい。バイバーイ。バイバーイ、おやすみ。また来てください。おやすみなさい。バイバーイ。